おはようございます、今日のまとめですね、今日はですね、まず、アジアタイム始まる前にですね、ずーっと落ちてきて、アジアタイム寄り付きとともにですね、ずーっと横で、まあ、欧州もまあ横横できて、貿易統計ですかね、指標でトカンと落ちましたが、S1 でサポートされて、元に値を戻すという感じですね。ここら辺でトレードチャンスがあったんですが、ちょっと寝ぼけてましてできませんでした。値幅的に 154.8 ピプスですね。まあまあの値幅だったですね。そしてですね、1時間足で見ていただきますとこんな感じですね。トレンドラインが引けまして、まあ、フォーリングウェッジって感じですね。で、ここの上限で当たって、まあ、ピボット上限、ボリンジャーの上限、で、トレンドの上限で、こう、跳ね返されてると。そして、こちらの、下のトレンドラインの上限、下限で、また反発という感じですね。なかなか、あれでしたね、分かりやすいというか、まあそれでデイリーで見るとこんな感じで、やはりまだボリンジャーのゲット 50MA で反発という形ですね。そしてマンスリーで見ますとこんな感じ、このボリンジャーのミドルで止まってますね。まあ、こんな感じで来ました。これが、水曜日の、相場でしたね。そしてですね、またあれですね、まあ、来た方のためにですね、ここにデイトレーダーロックスターさんが、毎日アメリカタイムテクニカル解説と、シカゴからのピットの中継ライブでやってますんで、よかったら見てあげてください。すごくこの人、もうベテラントレーダーなんで、いろんな何でもしてますんでね、あとテクニカル解説うまいんで、いたら見てあげてください。ですね、あとはですね、その文字ですね、今日それで終わります。失礼します。